こんにちは、ブルーフェスです。ということで、やってまいりました。最終ステージは、ブルーフェス。随分と汚れている。お、なんだこれは。ハートマークなんですけどね。あ、とりあえず、牛を救っていきましょう。いきなり、あれですね。で、よいしょ。とっくん。というと、なんかちょっと、卑猥な響きだけど。あ、はい、なんか、なんだ、急に。今日なんであいつはあんな急にさ、なんだっけ、徴兵したんだろう、びっくりしたわ、よいしょー、ピーン。最後の星だからね、一体どんな残酷な結末が待っているのかわかんないけど、とりあえずやるだけのことをやるしかないですよね。うん、ちょ、音楽はね、これ、あ、痛い、なんで最初のステージ、最初の1-1のステージとね、変わらないですよね。ただちょっとその、なんか、敵の配置だったりとか、まあ、風景が変わったりとかしてるんですけど、まあ、なんていうか、ね、再利用されているっていうような感じですよね。さて、ウィー、オッケー、よいしょ、巻き込みの、さあ、2つ、あと1つ。くるってくるってくる。ちょっと踏んじゃってごめんなさい。ちょ、巻き込み事故。よし。痛い。ほい。ケイ。さあ、君は必要なんです。ちょっと待って、針ってどっから手に入ったっけ。これも戻んなきゃダメかな。うわー、幸先悪いなぁ。いねえしなぁ。こっちは涙目だしなぁ。おいた、なんでやねん。おかしいべ。めちゃ、なんか。あー、戻れない。はい、すいません。ほい、出直します。そうやらかしたぁ。大事なアイテムがあるんすよ。最後の最後にね、こいつを手に入れた状態で、爆弾魔にならなきゃいけないんですよ。最初のさ、1-1のステージだとさ、その爆弾だけでよかったんですけど、今回、危ない。爆弾プラス、針をつけたアイテムじゃないといけないという、あれなんですね。ふぃ、よいしょ。ふぃ、危ない。よいしょ、オッケー、入ります。で、そうだ、お前すればここにいたな。待って待って、あれ、なんかさっきで下手になった。よいしょ、ピン。さあ、次、ちょっと、なんでさっきあれ発射しなかったんだろうね。ミスったね。あっち出て、あっ、ちょっと待って、なんでそうなったんだよ、バカ野郎。ちくしょう、こんちくしょう。いけー、ちょっともう、ケーキ。ケーキ食べたい。ケーキ食べたいよな。走れ。何？そう、幸先が悪すぎる。先行きが不安でしたね、ごっくん。いや、ごっくんって言っても、別に決してその気はいないんじゃなくてですね、はい。私は健全だ。健全なプレイ動画しか皆さんにお届けをしたことはありません。あ、ぶやぶや、ついてきてよかった。本当にいい日ですかね。もうなんかもう、ぽいっていうたびになんかそればっかり言ってるからさ、ネタ他ないのってさ、なんか最近さ、某実況者が取り上げてずっとさ、ボットかよみたいなこと突っ込みたりとかしてるけどさ、もうほんとそんな感じなんですよね。最近じゃねえな、ずっと前だな。もう旬は切れたもんね、完全にね。ててふぃー、ほいー、いったに、たらっき、ぴー、けい、よし。さあ、ちょっと待って、集中、全集中、そばかし、そばかし、だからこう、なんかギリギリの戦いを求めるんじゃなくてさ、普通に一個一個ちゃんと処理していったらいいところを、なんかね、強引にこう、
抜けれるんじゃねえみたいなことやってったらダメなんですよ。ほい。ほい、オッケー、よし、繰り返さなかった。そう。俺がゴルゴルだ。よろしく。ててて。意外とあれなんだな、射程っていうか、短いっていう、射程じゃなくて、なんだっけ、惜しくもお前そっちにもいたのか、じゃあこっちの方が安全だったってやつを。あ、目の前に。さあ、本日の結果を占え。本日も幸先が悪い。第5か。はい。奥で飛んでる魔女がいて、なんだ、すげえ不穏だな。大丈夫かな、こんな組になっちまって。おう。あ、なんか今。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。わかった。おう。思い出したというか、普通に考えればこうだよね。さっきの足元。あれだって壊せるやつでしょ？あれ壊せなかったらマジでなんか今の、プレイ自体がすげえ恥ずかしいんだけど。ビビ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 ビ。よしよしよし。やっぱそうだ。あった。よし、オッケー。じゃあ行きやしょー。え？うわー、メールコースター。しかも水中。つら。関係ないね。よし。で？潜って。果たしてこう水中で使える武器なのかっていう一物の不安もあるんだよな。ああ、今いらないですね。再びダースモール参上。なんかダースモールの、なんかアニメだったか、スピンオフ映画だったか、なんか誕生って言われてる。おい！しかも破片までちゃんとお掃除してくれる優しい仕様、めっちゃ見られてるはず。え、なに、全員大集合みたいな、そんな感じなのかな、これは。おお、のどちんこがいっぱい生えてきてる。ってことは最後にアドレールちゃんも出てきてくれるっていう、そういうオチか。うわー、めっちゃ迷路。痛い。ってことはこれは上に登っていこうとすると、あ、ちょちょ、なんだ、何事か。What happened to me? はい、やばい。あー、なので、ワンナップキノコか。まあ、別にワンカップ大関はいらないから、このまま潜っていきましょう。おっそ、あったスタチュメーン、ゲッチュ。このまま登っていっていいのかな。よし。もうなんかもう全部丁寧に取っていくしかないかなと。ぴょん。で、最後は一体何が、あ、やった。何に置く。おお、やった。ちょ。OK、いいね。これ気持ちいいな。よし。え、おしまいかな？違うわ。上へ参りまーす。てか待って、今の演出いた？あの上に登っていくやつ。まあ、ツッコミはなしでいいでしょう。さーて。さあ、一般ステージはラストなんですよね、実はこれがね。ここまで4つのステージ。が結構多かった感じなんですけど、よいしょ、オッケー、ほい、オッケー、あれまだいる、よし、さあ、2つ目行こうか。めっちゃいろいろ降ってくるよ。さあ、雑魚的パーリナイだからね、ここからね。奴らを全員ぶちのめす。なんか、多分ほとんどの敵が出てくるんじゃないかな、これね。よし。はい。あ、やばい、ターザンやろう。ガーミナギやろう。こいついる。
いって。よし、強引に、強引ゲッチュむずいな、これ。ほっ、ショッキングパッシャー、パッシャー準備オーライ。よし、今日進め中で、登っていい。よし、おめえはいるだ。どうしよう、ここで君に決めない。なんかあれ、なんかすげえ滑ってくんだけど。おお、危ない危ない危ない。キッター投げよう、キッター投げよう。あれ、パリとそもそも論外だったわ。そう、やっちまった。下手くそだ。ただ下手くそ。あ、いいねいいね。あ、いいねいいねいいね。痛いんだね、痛いんだね、痛いんだな。よっしゃー、これで、あとどうだ。これ余裕じゃない。よいしょ。ふい、ふい。あとは、まあ、手裏剣忍者でもよかったかもしれないね。おいと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 。めっちゃ向かってくる。ありがとう。あいつなんかさっきから避けんのうめえな。あ、うまいな。連携してやがる。こいつ強い。あ、なんか最後にロケット爆弾、ロケット爆弾。オッケー。まだいいのか。はい。おいで今です。結構雑魚的あれだな。大乱闘スマッシュブラザー。お前確か上に登ってくんだな。よし、バイバイ。あ、死んでもいいようにってか、これ。バイバイ。天下舞い上がった。彼らの姿を見た者はもう他に誰もいなかった。よし。危ない。あ、意外とすげえぞ。ちょっと遊びが過ぎましたね。遊びが過ぎたみたいですね。ほい。ブラ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 。よし。自滅。よし。全員、レッツジャン。おー、ブレ。よし。いいね。よっしゃー。もう、ほい。まあ、ボスに挑むのにふさわしいんじゃなかろうか。はい、ということで、こいつなんかダークマターだっけ。名前忘れちゃったんだな。とりあえず、こいつ無敵なんだよね。チュン。ブン。よし、OK。一つ目。いろんな形態になって、その形態の時の痛いなんで、技を当てないといけないという。ダメ。ちょっとめんどくさいパターンの時もあれば、大したこともないやつもいる。こっち向かってくれ、当てて。あー、当てくそー。みんなイライラするよね。大丈夫。僕もイライラしてるから。何が大丈夫なんだ、それって言ったら。痛い。こういう時ってあんま動き回らない方が痛いって、田舎のお袋が言ってた。もう田舎ないけど。この時右にいる方がいいんだよなぁ。ちなみに一つの携帯に対して、三つずつ当てると、勝ちです。もっと久々にやるとダメだな。すっごいだな。オッケー。よし、もう一回。もう地道でもいいから、ひたすら次にやっていくしかない。いいね。あっ、よいしょー。まあ、じわじわ崩していくしかないよね。
さあ、下に降りてくる。今です。でーです。これで終わりだね。あれ、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 3発とか言ったくせに 4回当てなきゃいけないっていう。ちょっとなんか自分知ってますみたいな感じで言ったけど、嘘知ったかだったから、超恥ずかしい。よいしょ。遠いなぁ。そして、1個のその、ラグがすごい少ないんですよね。いやあ、やばいやばいやばい。余裕ぶっこいったら死んだけど。余裕ぶっこついたね。ブラブラ。今です。オッケー。あと何個？とりあえず何個かあればそれで十分です。ふっ。さあ、おいおい。咳が出ちゃった。ふっ。あ、あ、あ。よしよしよし。めっちゃ床削ってきやん、ゴリゴリやん。よし、オッケー。あ、だから3か4だな。3か4だな。了解。もうなんか、岩ちょいや。最後帰ってきた。よし、今おしまい。じゃあ爆弾かな。あ、火もまだあったな。地域フルクリーン安全リベンジタイム。うっせぇな、今当たってた。マジか、シビアだったんやし、これマジか、いきなりトラウマ消えたんやから。やって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 、いきなりトラウマ。あんた、上に溜まってるような感じ。誰出てた。うわ、もう一回の、うっせぇやん。一発で倒せると思ってたの。くっそ、あれだ。今度逆回りか。アムリボン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 、チドン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 ボンブ、チドンチドンボンブ。腹立つ、めっちゃ腹立つ。何も腹立つ、乗りすぎて長嶋一志もびっくりだよ。なんで一志が当たりもしねえし、もはやなんで一茂の方行ったんだよ。あれ、長嶋一茂だっけ、重信だっけ。逃げろ。壊しちゃったよ。まあ、じわ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 行こう。もうやばい、もう勝てる気がしない。あ、マジかー。一発出して、や、気持ちよくなって終わってんのかよ。やりちんじゃねえか。足りねえな、根性が。これかかってこいよ。よし、ムニュン。あぶれ。まとめてー、よっしゃー。ぶれぶれぶれ。なんか広がってくるやつ結構地味に怖いんすね。よし。あ、無理。無理だね。チュン、もう一回。ブン。ブン。急なスターボールブーン、ライトセーバーブーン、ライトブーン。こんなん消えんのかよ。あれ、絶対俺が苦手なやつ。お岩さん、え、ピン。やっぱあれだね、ラスボスだけあるよね、最後のね。星を覆っている正体はこいつでございますからね。え、本当に。でもう最速が悪すぎて、ワロス。めっちゃワロス。さあ、こいこい。あれ、こいちょ、これ、残念。なあ、ちょっと。いいね、やぶれ。あの結構パーってなった瞬間が疲れてたら終わったかもしれない。よし。え、気よりはマシか。さっきの速攻で終わってたもんね。ほい。あー、間に合わねえ。ナイスブーン。いや、これ2個吸い込んだから。よし。ほっ。あー、あともう一発か。
あ、しかも今度こっち回り。ジャンプ。ミスった。あー、なんでそうなるの。ただ、床を削っている間に。ない、返す。でもたまに時々同じ攻撃をもう一回繰り返してくるパターンとかもなんで、バブル同士が高い、バブル同士がぶつかるとかそういうのはないんだ。よいしょ、あれもうボム終わりだって。こいつまず一回攻撃を食らわせたら終わりですね。ゲゲ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 ゲ。これ待って1回だね。ええ、はなんか今まで見たことないパターンを急にこう やるのやめて。よしだ、だって、あ、そっちかガリガリ、そっちか。あ、ちょちょちょ、吸えない吸えない吸えない。オッケー、撫でたライトセーバー、ブン。黄色のライトセーバーだから誰かわかんない。なんでそうなるの。そしてお前、今ここで貴様が出てくるのか。よし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 、ファムリブリー、もう一回。あ、ライトセーバーか。でもライトセーバーとゴリゴリはしか残ってないと思うんですね。あいっ、うそ、こんなギリギリの戦いを、もう一回ですよね。分かった。うん、来た。同じパターン。あ、もう一回か。出た、ライトセーバー。ブン。ブン。ブン。よし。おしまい。おいちょ。こんなギリギリの戦いを見られるなんて皆さんめったにないですよ。もっと他のゲーム実況者さんは余裕のプレイばっかりをお見せしてますからね。いやー、そりゃマジか。今どっちが流れてきてっちゃう。んしかも、うまうまから出してくるとお前なかなか精神をえぐってくるじゃねえか。メンタルゴリッゴリに今削れてるぞ俺。危なっ。ほら全体で30のあれがあるんだな。よしよしよし、さあ向かってくる。お前はこれこれか。よし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 。あー、またお前さ、そのさ、あ、やばい、今回はまずそうってなった瞬間にさ、こうメンタルをエッグングルに巡ってくるやつ出してくるのずるくないか。そしてあ、無理、怖くて無理。ほらほら、もう完全に狙ってたからよし、おしまい。よし、さすがにもう4回目だからな。さすがにもうサクッと勝たないと、もう視聴者がもうぶち切れてる。お前何回やんだこれっつって、もういいよ。よし、これさ4つだね。ちょっともう本当に、あの、困ったらそいつでやってくるのやめろよ。メンタルゴリゴリに削られてんだからこっちは。それでよし、え、まだ、うわー、こいつ4つもあるのか。卑怯者、危ない。誘導されるな。はい、よし、さあ、次。よし、ほい。こいつはもうじわじわ削るしかない。もう一回来るか。よし、あ、だからなんでこうさ、あの、2回に1回はこお前なんだよ。もうやばいんだよ。あー、おー、あ、
俺はトラウマを克服した。よし、そしてお前も俺だ。 You're a real bad Jay the GetPTT。 さあ、あとはスイッチしかないのか。パリパリパリですね。パリ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 。ボム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 だ。ボム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 の実。ボムボムの実ってやつで誰だったっけ。ミスターファイだっけ。あああ、ミスター。よし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 。ちなみにミスコピーだったからこの運行が対象になったりするのかな。そうだな。よし、ボンボンの実はあんたたちで終わりや。よし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 。もう来なくていい、来なくていいってばよ、来なくていいってばよ。終わりだ。おっしゃ、楽園の町。これで 100% か。ちょっと待って、今さ、あ、なくなかった天使ちゃん。よし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 。リップルスターに平和を取り戻した男、マーヴィン。キビってなんか名前あったんだっけ、ちゃんとした名前。ねえ、ところが、ところが、星に平和を取り戻したものの、はい、ラスボスがいるんですね。真のラスボス。俺にとって、やつのがラスボスっぽかったけど、逃げていった。新しい星を生み出したダークマリュー。じわじわ広がっていく。このままだと、また星がえぐられてしまうから、いやー、なんか PHS っていうのが、こうなんか2000年のゲームっていう感じがするよね。さあ、最後の最後で、吹き合うカービィ。ちゃんと星作ってくるからねいやいや、ちょっと、連続でやらないですよね。はい、出直します。ということで、ファイナルスターまで来たっていうところなんですけれども、はい。じゃあね、一旦ね、レベルごとに区切っていくということで、今回はこの辺りで終了したいと思います。次回ね、星のカービィ64ラストパートにしていきますんで、ぜひ、見逃しなく、メモリプロフォームよろしく。ではね、またね、バイバイ。